今回は運の方程式、チャンスを引き寄せ結果に結びつける科学的な方法という本をご紹介します。人生は運ゲーだという主張は一見するとシニカルに聞こえるかもしれません。しかし本書で著者が提示しているのは、人生の成功を左右する運は能動的に鍛えられるというポジティブな視点なのです。本書の中心にあるのは、運をつかむ力は行動×多様察知×回復という方程式に従って高められるという考え方です。まず行動の重要性が説かれています。行動力を高めるには多様な経験を重ねながら、そのうちのいくつかについては継続して一点に集中し徹底的に取り組む必要があるとのことです。そのためには好奇心を心がけることが肝心です。南メソジスト大学の研究では、好奇心がある人を演じ続けることで徐々にその性質が身につくことが分かっています。具体的には、同大学が開発した好奇心アクションリストから項目を選び、週に14つ実行するトレーニングが推奨されています。また多様な行動を心がけることで、より幅広い経験を積むことができます。世界トップレベルのアスリートは幼少期に様々なスポーツを体験していたことが知られています。専門種目に絞るタイミングは遅く、多様な経験の上に立って伸びていったのです。次に察知の力を高めることが重要視されています。運の手がかりを見逃すケースが多いのは、脳の防衛本能により引き起こされる非注意性盲視が原因です。そこで南メソジスト大学の視野拡大アクションリストを活用したトレーニングを行うことで、肯定的な情報に意識を向けられるようになり、察知力が高まるそうです。そして回復力を身につけることで、挫折から立ち直り次の挑戦に備えられるようになります。科学者のように失敗を単なる新しいデータポイントと捉え、改善に向けて分析を重ねる習慣が大切だと説かれています。本書に共通する価値観は、人生をゲームに例えながらも決して運任せの受け身の姿勢を肯定しているわけではないことです。むしろ積極的な行動と好奇心、自己分析と改善を重ねることで、主体的に幸運の女神を自らの味方につけていく方法を伝授しているのです。一方で個人の能力を軽視しているわけでもありません。行動の要素には質的な側面もあり、能力を高める努力が不可欠であることは言うまでもありません。要するに本書の主張は、優れた能力はもちろん大切だが、単に優秀であれば人生に恵まれるわけではない。運も大きな鍵を握っており、その運を自らの力で高める必要があるということなのです。人生には誰もが等しく運が課せられます。その運を良くするか悪くするかは自分次第です。運を良くすれば人生がよりやりやすくなります。だからこそ本書が教えるように、主体的に運を味方につけるスキルを鍛えていく価値は高いと言えるでしょう。人生を効率的に歩むためのヒントが数多く詰まった一冊です。運に支配されがちな人生ですが、著者の提言に従えば、運を味方につけ、よりコントロールの効いた充実した人生を送れるはずです。この本を通して、ぜひ自分なりの運の方程式を見つけ出し、幸運をつかむ力を身につけていただきたいと思います。